ネクストリバーレ出張特別企画ラビチューブを見てるお前ら、元気してるか？トリガーの八乙女ガクだ。この番組は12人のアイドルたちがラビチューブクリエイターに挑戦し、楽しい時間を届けるっていう番組だぜ。天からバトンを受け取ったわけだけど、あいつ結構自由にやってたみたいだな。まあ俺も堅苦しいのは得意じゃないからさ、今日は俺たちの家に遊びに来たみたいなつもりで楽しんでいってくれ。でだ、しっかり置いてあるじゃねえか、このホラ貝。スタッフさんも天の言うことをあんま真に受けないでくださいよ。ガクならきっと上手に吹いてくれるんじゃないでしょうか。上手に吹いてくれるんじゃないでしょうか。上手に吹いてくれるんじゃないでしょうか。いや、なんすかその目。俺は吹かねえ、絶対にだ。ったく、この先が思いやられるが、早速最初のコーナー行ってみようぜ。びっくりドキドキ箱の中身はなんだろうなコーナー。さて何が入ってんのかな。天にライバル発言されちまったし、龍にも負けるつもりはねえけど、一応いつものルール説明いくぜ。回答権は3回まで。3回間違えると罰ゲーム。ヒントは1回、中身に関する質問ができる。正解するまで、もしくは回答権を使い切るまでのタイムを測り、全員と競う。まあ男なら1位を目指すだろ。お前ら応援よろしく。ああ、そうそう、罰ゲームはセンブリ茶だったか。飲まないまま誕生日を迎えたいよな。それからこれが今までの奴らのタイムだ。相手が手強いほど勝負は燃えるだろ。よし、じゃあやるか。よっ。うわ、これ思った以上に緊張するな。天はホラガイだったけど、おなんだ今の、毛が生えてた。毛結構ふわっとしてたな。あれじゃねえのか、毛があるなら動物だろう。答えは猫だ。うわ違った、いい線いったと思ったんだけどな。仕方ねえ、一発正解といきたかったけどヒントもらうしかねえな。中身は動物か、生きてるもんすか。それヒントになってないじゃないですか。あ、じゃあ毛が生えてふわっとしてるあいつも言っておくぜ。犬はどうだ。うわ、また間違えた。俺こういうクイズ向いてないのか。そうっすね、ラストチャンス当ててやる。毛が生えてなんか細長いのがたくさんあんだよな。これ足か。ああ、毛があって足が長い、それにたくさんあったな。よし、もうあれしかないだろう。答えは毛ガニだ。なんかこれも違うのか、他にねえだろう。細長い足みたいなのがたくさんついてて毛が生えてるのなんて。ん、覗いてって、うわ、なんだこりゃ、クモじゃねえか。すげえ色してんな。くそ、飲む予定じゃなかったんだけど。いただきます。あっ、いっけ、すっげえ逃げ。つうわけでチャレンジは失敗しちまったわけだけど、リュ、俺の分まで頼んだぞ。以上、びっくりドキドキ箱の中身はなんだろうなコーナーでした。チャレンジ、お題はなんだろうなコーナー。このコーナーはくじを引いて書いてあるお題にチャレンジするっつうコーナーだ。大阪が絵描いてたチャレンジは面白かったよな。
アートっつうかなんつうか、あんな絵俺には描けないからさ、普通に羨ましかったよ。んじゃ引くか。よし、これだ。キキタピオカにチャレンジだと。タピオカって全部一緒じゃねえのか。前にモモさんにもらって飲んだことはあるんだけどさ、まあやってみるしかないな。タピオカの飲み物5つとなぜか目隠しが出てきたんだけど、これどう見ても必要ないだろう。いや面白そうなんで全然やりますよ。つうことでとりあえずルール説明な。この5つのうち4つがコンビニのタピオカで、1つは大人気店のタピオカで、その大人気店の門を当てられたらチャレンジ成功っつうことらしい。マジで違いってあるんすか。うん、そうなんですね。ならサクッと当てちまうか。じゃあ1つ目、いただきます。なんかグニグニしてんな。やっぱ目隠ししてっとドリンク持てないんで外します。次これいただきます。飲み物自体はさっきと違う味がすんな。いやこれマジでわかんねえぞ。両方チャレンジ失敗しちまったら天に絶対ドヤ顔される。でこれがラストだ。いただきます。なんかこんにゃくっぽいのから急に餅っぽくなったな。これが人気店のやつか。よっしゃよかった。確かにこうして飲み比べてみるとわかるもんすね。ももさんからもらったやつも餅っぽかったんで、正解できたのはももさんのおかげです。ありがとうございます。はい、つうわけで無事こっちのチャレンジは成功できたぜ。今度龍にもやらせたら面白いかもな。以上、チャレンジお題はなんだろうなコーナーでした。さてそろそろラストの時間だが、お前ら一緒に楽しんでくれただろ。お気に入り登録よろしくな。は？彼氏感って俺だけリバーレさんからのリクエストおかしくないっすか。すごいことお願いしてくる先輩だな、たく。それじゃあ今日はバイバイ。また俺んとこ来いよ。